おんまゆになったすごいね、今朝今日は髪切ってもらいます。やばくないこれ、朝シャンプーして何もつけてないホームレスやん。おはようございます。やばい、鏡切る、鏡お前にする？行こうっつって。変態よ、ただの。やばいよ。すっげえ伸びたわ。すっげえ伸びたね。何これ？ショートカットでしたよね。どうしましょうか。前髪だけちょっとパーマ。金のかと前髪だけちょっとパーマ。やんなくても大丈夫かな。いけそう？ちょっと落ちてきてたよね、人かと。全部かけるよ、それが。まだいい。今後染めるんだったら一回全部。染めなくていいや、普通にカット、まあね、もっちゃんに任せるわ。何がいいかな、マジでやることないの。とりあえずね、刈り上げはね、死ぬほど伸びてるんだろう。もう自分でもやっちゃったもん。パーマかけてもいいし、染めてもいいし、何でもいいよ。ということで、もっちかなお任せカット始まります。さよなら。この前髪上げ垂れてくるんで気に入りすぎたみたいです。これだけパーマ上で出てるんですか。それ任せるね。まだこの出る、うん、全然出る、全然出る。めっちゃ伸びたね。超伸びた。ここが伸びてるよ。切りやすさを借り上げたやつよ、これ。なんかさ、動画編集しててさ、自分のフォトを見た時にさ、あれもがあるぞ。一応借り上げる、もう伸ばす。どうしようか。なんか伸ばしやすいように最終的に欲しいんでしょ。そうね、ここと同じラインになってくれればいいから、ここだけ借り上げる。この下展開みたいな感じ、なんかこういうショートみたいな感じか、うん、これはこれで伸ばすかなって思うし、うん、横さ、ここまでにしたらさ、刈り上げ変かな。変じゃないけど、普通の人ってさ、どうしてんの。ここも全部の伸ばしパン、ここ派の人と、ここもちょっとショートっぽく伸ばす人と、ここもね、刈り上げも刈り上げしないと爆発するか。途中が爆発する。伸ばしてる途中がすげえ大事だけで、うん、頑張ってくださいってなる。伸ばす分にはね、何もしないだけだから。もみあげは取った方がいいじゃん。もみあげ取った方がいいよね。今でもかけこら辺、ここら辺とか、そこまで行ってもここまで行っちゃうんだったら、別に上なくていいよ。多分もうこのぐらいの感じでここなくて、ここだったら自分でできるんだよ。そう、ここ今ね、後ろまで行ってるからさ、まずこれでここ伸ばすじゃん。こうするかね、まあ、量気になるんだったら、ちょっとここに行ってる。量はね、こう刈り上げしてても気になってるくらいなんで、もうもはや無理なんですよ。手の施しようがないんですよ、この量は。これまたすくともっと爆するね、撮ろう。結構一回ね、撮った方がいいよね。楽だと思う、私も今撮りたい。じゃあ刈り上げたいよ。決まりました、方向性が。刈り上げて、刈り上げて、後ろも切って、前髪というかトップのパーマかけて、綺麗な状態で年末を過ごそうという髪型になりました。マッサージしてほしい。あと眉毛も切ってほしい。眉毛もちょっとバリカン化してほしい。バリカン化してっていう感じでいってきます。無理でしょ、アメリカン国家スパニエル。サッカーの試合出てたかな。バルデラマだ、コロンビアの英雄。すごっ、傘になった傘。 いつもこの毛量と僕が戦ってるんです。からビフォーアフターでどうなるか。バリカンの儀式です。持ち良さそうに買ってますね。芝刈り、一刈り3ミリ。まだ9ミリ。まだ9ミリ。何回を置いてバリカンするの。いつもやってるじゃないですか。いつも3ミリで一撃で終わらせるんだけど。これ自分でやりました。いらないんです。だからさ、後ろ買っちゃったらさ、俺万番できるくらい長いよね。うん、ここまで切ってやったら。そうだよね。今年1年はどんな1年でしたか、モッサン。モッサン、なんか途中記憶がない。飲みすぎたね。飲みすぎもあるけど、1ヶ月ぐらい飲みすぎやったもん。仕事、うん、小顔とかも今年始めたんだっけ。テルガンの、ああ、いつもテルガンのほうが来年はどんな1年に。なんかしたいね。ケンダが何歳になったの。あ、小学校になる。6歳になりましたね。来年で小学校。小学校で何年生のカップラーメン。何色したの。ピンク。ピンク。ベージュだったんだけど、ピンクにした。あ、薄い、何薄いピンク。12歳、小6で12歳だね。12歳までピンクを消化問題。それさ、小学生いる間ってさ、カバンってランドセルじゃないといけないの。そんなことないんじゃない。そうなんだ。暗黙のルール。まあ、小3くらいで多分しょうがなくなるでしょ、ピンクとか。今大変らしいよ、ランドセルじゃないと荷物持っていけないらしいよ。荷物多すぎて。端も少なかった。こっちとか全部置いてたもん。まあね、置いても持って帰れないらしいよ、なんか。ランドセルがいいよって言われたのと、制服だから結局。うん。あ、制服なんだ。制服もあるの。制服なんだよね。制服のは楽なのか。中3とか微妙なんだよ。中3制服みたいな。なんで？結局ランドセルなんだよね。今あれなんだけど、送り迎えしないといけないんだよ。そう
るよ。行きも行きも帰る。小学生が小 1小2からはいいんだ。そこのね、絶妙ってやから1年は頑張ってって言われた。無理じゃない、働けなくないと思ったよ。無理ので国からのなんかないとさ、どうも増えないよね。増えないよ、共働きの人ばっかじゃん。ねえ、それこそさ、みんながいるさ、小一の壁で、あ、そういうことだよみたいな、全然増えてればいいじゃんみたいな。子育て大変だわ。幼稚園からやってみたいなってた。俺らの時代ってもう小一なんて別に行ってこいだよね、うん、まあなんか上級学年の人と一緒に行く日とかはあったよね。あったね。私も一番鍵っこだったし、その帰ってきた。けど、別にやめてたし行きたくない。あー、ケイナがね、小学生か。そんなこんなで、刈り上げが綺麗に切りましたね。なんかね、盛り上げはなんか刈り上げが終わりました。水を吸い込みません。カットしようとして霧吹きしてるんですけど、もちろん爆走してます。なんか茂りません、もう重すぎて。洗おう。めんどくさい、めんどくさい。最後にしよう、最後に霧吹きで頑張って検証炎になるまで吹いて。結構痛いよ。髪の毛でセットしてるのすごくない？ちょっと刈り上げなしで全頭パーマだったら結構きついね。しかもそれで勝負だったらさ、いつもお世話になっております。どんなカットしてるんですか？整えてるだけです。伸ばすということで、とりあえずは軒先の厚みは取ります。あのさ、伸ばす人もやっぱ定期的に切った方がいいの？伸ばすの、伸ばすスピード優先だったら、うん、できるだけこうしてほしい。綺麗に伸ばしたいとかセットしづらくなるのが嫌な人は、うん、ちょっとマメに切った方が、うん、ダメージ感とか特に、まあ、女の子とかは、ああ、いい、確かに確かに、数ミリ切っただけで全然違って、うん、グラムだから、まあ、気になる人とか痛みやすい人は切った方がいいし、本当に伸ばしたいが優先の人はできるだけ放置した方が、帽子かぶってればいいもんね。普通だって1ヶ月1センチが平均だから。でも帽子かぶれない人もいるじゃん、ね、仕事的に。こちらかぶれるけどさ、1ヶ月1センチ嘘でしょ。うん、あなた2センチとか3センチ超伸びるんだよ。私も2センチとか3センチ以上人だから。やっぱ個体差あり、個体差あり、代謝量だったりとか、すぐ放置するとさ、もう爆発止まんなくなったりとかさ。怖いよね。刈り上げてるからね、月1とか2ヶ月に1回は来てるけど、伸ばしたい人は我慢しよう。帽子かぶろう。俺は別になんかもう我慢できなくて途中で切っちゃう。私も我慢できなくて自分でちょっと切っちゃう。自分で切れるってすごいよね。長いとこうやって切れるから。あー、今日の朝もこうやって切ったし、すごい器用。はい、まあ多分変わり映えしないので、何も変わんないです。パーマまで飛ばします。前回、前々回か、前々回じゃない、前々回だっけ。伝統、いらない気もするんだよね。お任せ、カットが大体終わったそうです。マリモが伐採されました。からトップだけパーマかけてもらいます。はい、なんか上だけパーマかけてくれてます。上だけかけてます。かけてるパーマの種類はいつもと一緒です。あ、この前よりひねってないです。この前動画にしてないよね、俺多分パーマかけた時。いつものことですね。ナイン漫画に夢中でした。今も漫画の話に夢中でございます。ねじってねじってパーマしてポンじゃないけど、この前ねじり多めにしたからそんなにカールがつかなかったんよ。だから前髪してくるから別に感じるように、太さ一緒だけど。そうです。現場からは以上でした。珍しく説明したね。 A few minutes later、 ちょっとだけ巻き終わりました。職人の技ですね。匠ですね。あんたいい仕事するね。あんたでもいいよ。ヘアンデイスタイル、ヘアンデイスタイル入ろう。今回下の方かけてないからあれか、上だけ。ヘアンデイ、ヘアンデイスタイルでお送りしております。で、放置ですか？放置です。15分。おーい、後ほど。 A few moments later、 この間に眉毛をやってもらいます。眉毛切っちゃおうかな。おさぼさん、今度顔剃り行こうと思って、メディのさ、ハヤさんがさ、エビスの店出すらしい。エビス？路面らしくて、しかもバイク置けんだって、目の前に。めっちゃいいじゃん。顔剃りとヒゲ、ここ嫌いなのよ。わかる？この口周り、うん、いつもさ抜いたりとかしてんだけど、涙ちょちょ切れるくらい痛いからさ、月に1回ちょっと顔剃り行こうと思って。いいよね、こ、うん、のツルッとするしさ、明るくなる。この前もっちゃんに1ヶ月集中でさ、やってもらったじゃん、スクラムと小顔、うん、目でかくなってて周りに超言われた。嘘？プリクラで撮った目みたいになってるよ。あんた目いじったでしょって。なんか糸入れてんでしょみたいな。なんかやったでしょって言われて、やるわけないじゃん。食べてたんよ。カレーパンダだった。カレーパンダだよ。そんな感じです。お願いします。
眉毛完成。やっぱ眉毛やるとさ、人って印象変わるよね。そうね。なんか垢抜けたい人ってさ、眉毛とか髪の毛とかやっぱ大事なんだね。それでなんかやっぱ営業の人とか業績変わるって思うんですよ。おざす。どうですか、バッチリですか。今弱いのと強いのはどういう時に使い分けるの。私はあれだな、あの残り具合とか。匠の技ですね。匠ですね、好きですね。あんたいい仕事するね。ありがとうございます。すごい。じゃあ後ほど流してきました。どうすか。うん、クリクリになった上が。セットが楽なんだよね。ここら辺がボリューム出ると乾かしていきまーす。セットしてもらいます。これめっちゃ良かった。リンクの髪も顔も普通のあの保湿のやつ。髪も顔も使えるらしいです。なんか乾燥するっていうか持ってきてる。これ買って帰ります。リンクいい匂いだよね。この前買ったのって。買って帰ったよねこれ、うん。トリートメントスタイル。割とセット力あるよ。割とベタベタしないから本当にいい。そういうパーマ出すのにはすごい。ワックスも嫌いね。うん。ジェルとか。トリートメントこのままでいいと思います。もうほぼ出来上がったんだよねこれ。夏ならと思う。ディズニーランドのバズライトイヤーのやつみたいな。沸かしてもらいます。完成です。前髪もくるくるして上も立ちやすくなってめっちゃ便利になりました。ありがとうもっちゃん。ありがとう。洋服と合わせて後で撮ろう。そして1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。いいね。ありがとうございました。ありがとうございました。